ターゲットが1万円ちょっとで売ってるんだけど、痩せすぎない？殲滅作戦、ニューホテル通りに行きます。コーレアを4人入れてほぼ置くだけにしています。ほぼですよ。夏、まずはいつも通り初期コストで先方を2人配置、クーリアは右向きにしているのがポイントです。そして左にイネスを上向きに配置してすぐ撤退します。もう置くだけじゃなくなった。前方にステルスカンパハイを置いてます。そしてイネスの再配置を待って、イネスをクーリエの左に左向きに配置、その後にソーンズを配置します。置く順番が大事そう。イネスの左にサイダーを置いて、イネスのイルマスを白蒸気にして火ダメを減らします。イネスはスキル1だね。はい、自動発動のやつです。スキル2でもいけると思いますが、スキル3はダメです。左に剣は残せないからね。右上の高台にハニーベリーを配置、この後のフィアメッタとかいろいろ回復します。神経ダメージとかね。フィアメッタを左向きに配置、 SP が溜まったらスキルはすぐ使って OK です。でも敵が来ないと SP を貯めれないね。敵が途切れたらフィアメッタの下にサイダーを配置、フィアメッタの SP を貯めつつ右下エリアのフレンド羊を出して、そこの通路を白蒸気にしておきます。フィアメッタの餌をソーンズが倒しちゃってる。そんな面倒な調整は不要にしています。右上の高台にティフォンを配置、スキル2回はすぐ使って OK です。下ルートにも敵が来だした。フェンの前にサイダーを配置して、フェンのマスを白蒸気にします。サイダーはもっと早く置いてもよかったんじゃ。その通りです。置き忘れてましたね。ほんとバカバカ。ミルラを左向きに配置、フィアメッタや重装たちを回復します。クルースを下向きに配置、フェンの前を倒すように見せかけて一番下を通るプロペラ羊を倒すのが目的です。クーリエの右にもサイダーを置いて、フレンド羊を消費しておきましょう。残るは重装2人だね。いよいよフェンを撤退して、そこにグムを配置、最後にクオーラをイネスの左に配置します。ここまで置いたら撃破361までは放置です。あ、最後までじゃなかった。ほぼ、なんで？ほぼの範囲広いな。操作待ちの間に少し説明、クオーラは必ず最後にしてください。なんで？終盤にボスが出てくるんですが、その縦一列攻撃をクオーラで受けるためです。確かにクオーラの上下にはキャラがいないね。さらに噴水であまりピンク蒸気が出ないです。クオーラの上の高台はあるね。はい、そこがピンク蒸気になるのは仕方ないので、ボスのスキルで範囲攻撃を受けたら医療2人で回復するようにしています。ふむふむ。フィアメッタはグムの前に来る敵を倒すのと、敵が左の方にいるうちになるべく削るようにしています。最初にイネスの剣を刺したところだね。ステルスの敵がいますからね。被弾せずにカンパ範囲だけ置けるの本当に便利。ティフォンが隅の方にいるね。左上から出る喧嘩羊を分離できるように、中央の縦通路に攻撃できるようにしています。ソーンズをイネスより後に置いたのは、終盤にボスが出てきて右上の長方形をぐるぐる回るんですが、その時にイネスがボスの攻撃を受けると、そこがピンク蒸気になって、そこからの範囲攻撃で倒されてしまうので、そもそもイネスが攻撃を受けないようにしています。ふむふむ。撃破361、ボスが出てきます。クーリエを撤退して、グムのマスがおそらくピンク蒸気になっているので、サイダーを置いて白蒸気にしておきます。操作再開と思ったらまた早送りになった。ボスに対しては何もしません。放っておけばソーンズとティフォンが倒してくれます。放置で倒せるなんて強いな。なんでクーリエを下げたの？まあこの後に出番があります。最後は下ルートにも重装羊が来ます。それを先方でブロックして三角コーン羊を出させておきます。なんで止めるんだっけ？三角コーン羊は倒すとピンク蒸気になるので、直接グムで受けるとグムのマスをピンク蒸気にされちゃうからですね。なるほど。で、左上から来てる喧嘩羊に注目。あ、ティフォンが倒せてない。フィアメッタで倒せるかは攻撃感覚の運なので、倒せなかったら先方で止めて分離させてください。今回は倒せたね。なので先方を重装羊のブロックに使いました。あとはこのまま放置でクリアです。もし重装羊をブロックできなかったら、その場合はもうグムでブロックして、グムのマスがピンク蒸気になったらすぐにサイダーを配置して白蒸気に戻してください。ピンク蒸気のまま重装羊を受けるとグムがやばいです。あと喧嘩羊の分裂後は倒さなくても400撃破は達成できます。流しても良いんだね。殲滅作戦のいつものやつです。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。